アンドリュー・バートン・キャッシュナーは、アメリカ合衆国テキサス州、モンゴメリー軍近藤出身のプロ野球選手。ウトウミギウフリーエージェント。愛称はキャッシュ。2005年に MLB ドラフト20巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名されたが、契約せずに、アンジェリーナ大学に進学した。2006年に MLB ドラフト18巡目で、コロラドロッキーズから指名されたが、 契約しなかった。2007年に MLB ドラフト29巡目でシカゴカブスから指名されたが契約せずにテキサスクリスチャン大学に編入した。シカゴカブス時代2008年に MLB ドラフト1巡目で再びカブスから指名されプロ入り。2010年5月31日のピッツバーグパイレーツ戦で6番手として登板しメジャーデビューを果たした。 この年はすべてリリーフで53試合に登板した。2011年は開幕ローテーション入りしたが、最初の登板でローテーターカフを痛めて離脱し、9月にリリーフとして復帰した。サンディエゴパドレス時代2012年1月6日にアンソニー・リゾ、ザック、ケイツとのトレードでラミンと共にサンディエゴパドレスへ移籍した。この年は33試合に登板して3勝4敗。 防御率4.27、52脱三振の成績を残した。オフ、ハンティング中の事故により、右手親指を怪我してしまった。2013年は、前年オフの怪我により調整が遅れたが、4月末には、先発ローテーションに入った。7月23日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、女子コルメンターから、メジャー初本塁打を放った。本職のピッチングでも、 9月16日のパイレーツ戦では、7回に、ホセタバタに打たれた右アンダの一本のみに封じ、自身初となる無支給一アンダ完封勝利を挙げた。また、この試合では、同回はランナーを、アンドリュー・マカッチェンのダブルプレーでアウトとしたため、打者27人で終了させる循環前試合を達成となった。2014年2月8日に、 パドレスと240万ドルの1年契約に合意した。3月30日に行われたロサンゼルスドジャースとの開幕戦に先発として登板。6回を投げ、4安打1失点に抑えたが、勝敗はつかなかった。2015年1月16日に球団と年俸調停を回避し1年契約405万ドルで契約を結んだ。二千十六年七月十九日に、 ジャレット・コザート、カーター・ギャップス、ルイス・カスティーヨ、ジョシュネーラーとのトレードで、コリン・レア、タイロン・ゲレーロと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。オフの11月3日に、F8 のテキサス・レンジャーズ時代2016年11月21日に、テキサス・レンジャーズと1年1000万ドルで契約を結んだ。2017年は28試合先発で11勝11敗。 防御率3.240と自己最多の勝ち星を記録した。一方でザフィップは自己アーストの5.30を記録した。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2018年2月15日にボルチモアオリオールズと2年1600万ドルで契約を結んだ。2019年7月13日にノルバー・スロメロ。 エリオプラドとのトレードでボストンレッドソックスへ移籍した。背番号は48。7月16日のトロントブルージェイズ戦で移籍後初登板を果たした。オフの10月31日に FA となった。平均球速時速1 5 1トルのフォーシームを主体に、ほぼ同じ球速のツーシームの速球2種類で、投球全体の約60%を占める。 最速は102.7マイルパワー。変化球は平均時速 126km のカーブ、平均時速 137km のスライダー、平均時速 138km のチェンジアップを持ち玉とする。もともとはフォーシーム、スライダー、チェンジアップの3球種しかなかったが、2013年からツーシームとカーブを投げるようになり、投球の幅を広げた。 ありがとうございます。